も返せません赤崎です。降りしきる雨の音ですよです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします、うん、さあ、今回は麺屋赤月という場所に行ってまいりました。うん、はい、駒込駅の近くにございます、うん、こちらですね、徒歩5分ぐらいでもすぐ着いちゃうところにあるんだけど、あるんだけど、はい、これちょっと見てほしい。ここなんですよ。何これ、このビルの中にあるから、俺、2往復ぐらいしても見つかんなくて、確かにここじゃねえだろみたいな。開けるといきなりこうあるんですよ。真正面の裏に隠れ家ってだよね、これね。まあまあ分かんないよね。分かんないよ。地元の人でも知らないっていう人がいたから。へー、友達、地元が、あ、そう、友達、友達、知り合いね。そうそうそう、街中でアンケート。アグレッシブだな。そんな時間あったらいいよっていう。というわけでね、赤月麺というものをマシマシしましたが、チーズ50円でトッピングできるんで、うん、これは買いでしょ。はい、買っていきます。まずはね、豚から、むさぼり食っていきましょう。こう見ると大きく見えるけど、うん、これすんげえ小ぶりなんですよ。へー、実はなんかコンパクトでちょっと可愛い豚なんだけど、はい、メレンゲのように、メレンゲね、柔らかいんですね。これはね、だからもう歯応えが欲しくなっちゃって、その後すぐに野菜をね食っていくとバキバキなんですよ。バキバキなの、バキバキなんですよ。歯応えがね、すごくて、そう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 、もうなんていうの、ギャップ、ギャップがすごい、お口の中のギャップが、お口の、別に豚と野菜を別に比べないけど、そうよ、うん、なるほどね。でも油はもう一口でいっちゃう。自分でびっくりしちゃってるから、いや、なんで自分の行動に油の味に言及せず一口でいくということで、いや、自分多いな。油飛ばして自分のキャップを。自分の、麺はね、ゴムみたいな食感が似合うっていうね。弾力が。弾力がすごい。もう、内モンゴル産の乾水を使ってますから。そうなんだ。そうなんですよ。これがもう弾力を生み出してる。内モンゴル産が。内モンゴル産の。確かにですね、それは。これがもう本当に弾力を生み出してる。特別な思いがこもっている。というわけで、ニンニクシャワーをかけていき、またさらに引き出していくんですが、ニンニクは意外とマイルドなんでね、デート前でも食えるというね。大丈夫？できれば避けた方がいい。避けた方がいいですか？マイルドなんてどうしても行きたい時は行っちゃって。本当に食いたい人はね。本当に感覚おかしかったですよね。確かに。なるほど。まあ、チーズをね、溶かすと、こういったとろけ具合が楽しめる。ゴムチーズうめえ。ゴムチーズ違います。うめんだわ、まためっちゃうまかった。適切ではない気がしますね。うめんで、ほんとにゴムみたいな食感なんで、これね、ドニューカヒニュースな、ドヒニューカスープなんで、はいはい、ドヒニューカスープなんですよ。ちょっと時間経つとね、上の油で乳化してきちゃうけど、最初もっと、そう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 、詰め替えタイプの塩コショウ。塩コショウなの。そう、塩コショウなんですよ。ブレンドされてんだね。ブレンドされてる、これ激レアでしょ。まあまあ激レア、確かに激レア、今までなかったからね、あんまり。しかも店内ディリアルで、ここでもう言語が変わること知ったから、5月1日っていう、もうレア情報を教えてくれる。レアではない。宮赤月さん、美味しかった上に情報をいっぱいくれる。ごちそうさまでした。高徳の末裔ですよね。あ、そうなんですラーメン屋でそれ知るんですよ。はい、遠い親戚の情報をここで知ったという。なるほど。ごめんなさい、86.6 です。マシマシレベルは。なるほど。というわけで、麺屋赤月さんね、適切な情報をね、やっぱりいっぱいくれますから。はいはい。で、1個言いたいのは、なんとですね、これもレアなんですけど、はい、店主の方、女性一人で切り盛りしてる。それはすごいね。これはすごいっすよね。なので、なんでしょう、あんまり緊張しなかったというのもあります。優しい、すごい優しい。こんだけ数いってる、緊張してた。いやいや、コールとかやっぱりね、緊張しますよ。やっぱりどこも初来店だからね。なので、こう、なんでしょう、なんか、まあ言っちゃうんだけど、初心者の方でもスッと行きやすいんじゃないかな。なるほどね。あとは、どこにあるか、場所さえ分かれば、分かれば、麺屋赤月でございました。そしたはい、それでは